はい、どうも、小次郎ゲームズです。今日もね、ファイナルファンタジー7インターナショナル 4PC 続きやっていきたいと思います。前回はですね、カムの街で、クラウドのね、5年前の回想シーンをね、ずっとムービーで見ました。5年前にセフィロスとクラウドの間に何があったのかっていうね、シーンです。ミッドガルからジェノバを連れ去ったセフィロスを追ってで、ジュオンっていう街に行くんですが、その前に、チョコボファームというここにね立ち寄っておきたいと思います。ここをねチョコボファームに立ち寄って、チョコボをね、捕獲することができますので、ここ必ず立ち寄っていきましょう。はい、それでは行きましょう。じゃあチョコボね、話しかけてみましょう。クエッ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 ク、これでクエを選びましょう。クエー。チョコボ&モーグリのマテリアを手に入れたということで、チョコボのダンスをね、見終わった後に、チョコボ&モーグリのマテリア、ゲットです。はい、ここね、必ず取っておきましょう。はい、それでですね、この小屋の中入ってみましょう。じゃあ話しかけます。グリン、お客さんたち、この先の湿地帯を越えるつもりですか？ああ、ふむ、それならチョコボを手に入れた方が安全ですな。チョコボで湿地帯を一気に駆け抜けるわけです。これがミドガルズオルムに襲われない方法。ミドガルズオルムとは、身の丈10メートルにならんとする蛇の化け物。湿地帯を進むズボズボ音を聞きつけ、うぎゃーと襲いかかる。そうならないためにも、グリーン&グリーングリーン牧場のチョコボをお買い上げください。チョコボのお買い上げは、向かって一番右の建物、チョコボ小屋におります孫にお申し付けください。そういえば、少し前に湿地帯に向かった人がいたんですよ。チョコボなしで湿地帯なんて、きっとミドガルズオルムにやられちまったでしょうな。真っ黒なマントの人でしたがね。もちろんセフィロスのことですね。はい、それじゃあね、孫のいるところへ行きましょう。ここですね。さあ、いました。このね、お孫さん、声かけましょう。グリングリン、チョコボが欲しいの？くれ。おじさんたち、運が悪い。おじさん？誰がおじさんだよ。チョコボは売り切れちゃったんだ。外にいるのは預かり物なんでね。そうだ、チョコボが欲しいなら、野生のを捕まえるといいよ。野生のチョコボのこと何か知りたいかい？そうですね、まあどこにいる。外で3本の爪痕を見ただろ。あれがあるところには野生のチョコボが必ずいるよ。ただしチョコボ寄せがないとチョコボが現れないんだよ。もともと用心深い生き物だしね。チョコボ寄せ？チョコボ寄せはチョコボをおびき出すマテリアさ。これを装備していくと野生のチョコボに会える。逆を言うと、これを装備してないとチョコボには会うことができないわけさ。野生のチョコボのこと何か知りたいかい？チョコボは怒らせない方がいいよ。普段はおとなしいんだけど、怒らせると痛い目に遭うのはこっちさ。あ、それと捕まえたチョコボは一度チョコボから降りたら一目散に逃げてしまうよ。何か知りたいかい？そうですね、もう興味ないね。じゃあそろそろ商談に入ろうかな。今ならチョコボ寄せを2000ギルで売ってあげるよ。高えな。買うかい？まあ買いましょう。毎度あり。野菜も買っておいて損はないよ。あ、それから野菜によってチョコボが食べ終わる長さが違うからね。さあ、じゃあ野菜買っておきましょう。そうそうそう。メミットの野菜一番高いけど、結構長いこと食べるけど、まあ、ギサールの野菜あれば今のところいいかな。とりあえず、そうですね。まあ10個ほど買っておきましょうか。竹、千切る。じゃ、買っときましょう。
これでいいですね。じゃあこの人にも話しかけておきましょうか。クリン、お兄ちゃんたちだいぶお金取られたでしょう。そうだよ、取られたよ。でもグリングリンお兄ちゃんやグリーンおじいちゃんを怒らないでね。パパとママが死んでからずっとそうなの。暗いな、うん、まあしょうがないか。そうですね、人助けですこれも。はい、ということでここで野菜とチョコボ寄せと、チョコバンドモーグリのマテリアをねゲットしたら、ここはもう用ないので出ましょう。はい、でここね、このモーグリの、あ、モーグリじゃないここのチョコボのね爪の足跡、ここでバトルをするとチョコボも一緒に出てくるんで、チョコボ以外の敵を先に倒すとチョコボが捕獲できるということです。ではね、マテリアをセットしておきましょう。チョコボ寄せを持たせておいて、チョコバンドモーグリ、召喚獣チョコバンドモーグリね、これをセットしておきましょう。でいいですね。はい、じゃあね、チョコボ寄せのマテリアを装備したので、これで一回ね戦闘してみましょう。はい、じゃあね、チョコボが出てきたので、まずはチョコボにリサラの野菜を与えます。でその間に倒しましょう。周りの敵を倒します。チョコボが逃げる前に倒さないと捕まえられないんでね、なるべく急ぎましょう。チョコボを捕まえた。これで捕まえることができました。チョコボの操作、降りる。チョコボはプレイヤーが降りると逃げる。で、チョコボに乗って、このね、湿地帯を抜けて、この奥にある洞窟を抜けて、ジュノンエリアの方へ行くんですが、ここね、今、ヘビみたいなの見えてますよね。これがミドガルゾルムで、こいつは、まあ、今の、普通にストーリー進めてくると、絶対倒せないぐらい強い敵なんですけど、自分はですね、結構、鍛えておいたんで、勝てるんで倒していきましょう。はい、でこのチョコボ乗ってると、このミドガルズオルムに、追いつかれずにこの湿地帯を抜けることができるんですけど、こいつ結構早いんですよ。歩いてると追いかけてくるんで、チョコボに乗ってると捕まらない。でも普通に、ここを渡ろうとするとこのミドガルズオルムに捕まるんで、超えられない。だからチョコボに乗るってことなんですけど、私これ倒せるんで倒していきます。はい、じゃあ降ります。ちょっともったいないけど、さよなら。でこのミドガルズオルムなんですけど、敵の技でね、ベータという技を、ラーニング覚えることができるんで、それを覚えたいと思います。普通のね、ストーリー進行度で来ると絶対に勝てないです。まあ、鍛えればね、勝てるんですけど、そうですね、鍛えるの結構時間かかるんで、まあ、ある程度自信があれば戦ってもいいかなと思います。じゃあ行きましょう。超えようとするとこうやって追いかけてくるんですよね。はい。HP69、 ベータ使ってこないな、まだティファーが吹き飛ばされたまま。早くベータを使ってください。なかなかベータ使ってこないね。盗む、何も持っていない。あ、来ました、ベータ。さあベータをラーニングしたので、あとは倒しましょう。
はい、ということで、これでね、ミドガルズオルムはもう用なしです。あっと、ギリギリ。はい、ギリギリで洞窟前到着しました。で、マテリア、敵の技、ベータっていうね、今見えましたね。火炎放射、マトラマジック、ベータ。はい、これでラーニング覚えましたので、OK です。じゃあね、この洞窟進んでいきましょう。で、いきましょう。ギリギリいけるかな？ギリギリいけました。危なかった。危なかった。捕まるとこでした。はい、この感じで、ね、一応渡り切ることは可能です。じゃあ入っていきましょう。おっと、これは？セフィロスがやったのか。なんちゅうやっちゃう、セフィロスは。あのミドガルズオルムを、こうも簡単に。しかも見せしめのように、むごたらしい。はい、ということでね、この奥に入り口があります。はい、こんな感じで、ここ入ります。はい、でもね、こっち側にはね、行けるところがあって、こっちにアイテムがありますので、それを取りに行きます。まあ、リメイク版でもね、同じことができるかどうかっていうのはね、ちょっと、微妙ですけど。はい、ここ登ります。はい、ここ登ると、マテリアがあるんですよ。はい、マテリアがあるんで、これを取ります。遠距離攻撃のマテリアを手に入れたってことで。はい、あとね、こっちにもアイテムがあります。エーテルを手に入れた。テントを手に入れた。じゃあ行きましょう。ここですね。こっから抜けます。ちょっと待った。ルードですね。あなたもしかして、俺が誰だかわかるか？パークスだろ。言っているのなら話は早い。俺たちタークスの仕事を説明するのは難しい。人さらいだろ。悪意に満ちた言い方をするとそうなる。しかし今はそれだけではない。先輩、ルード先輩、喋るの苦手なんだから無理しないでください。突っ込まれてますね。イリーナ、頼む。私、タークスの新人のイリーナ。レノがあんたたちにやられて、タークスは人手不足。おかげで私、タークスになれたんだけどね。ま、それはともかく、私たちの任務はセフィロスの行方を突き止めること。それからあんたたちの邪魔をすること。あ、逆だったか。私たちの邪魔してるのはあんたたちだもんね。ソンがやってきました。イリーナ、喋りすぎだぞ。ソンさん、我々の任務を彼らに教えてやる必要はない。すいません、ソンさん。お前たちには別の任務を与えてあったはずだ。行け、定時連絡を欠かすなよ。あ、そうでした。それでは私とルード先輩はジュノンの港へ向かったセフィロスを追いかけます。イリーナ、私の言葉の意味がわからなかったようだな。あ、すいません。行け、セフィロスを逃がすなよ。はジュノンの港にセフィロスは向かったということでね。次向かう場所がわかりました。レノが言ってた、君たちに負わされた怪我が治ったら挨拶したいと。親愛なる君たちに新しい武器を見せたいそうだ。さて、エアリス、久しぶりだな。しばらくの間、君は神羅からは自由の身だ。セフィロスが現れたからな。何言いたいの？セフィロスに感謝しろって？いや、あまり会えなくなるが元気でな。あなたにそんなこと言われるなんて不思議。では諸君、できれば神羅の邪魔はしないでもらいたいものだな。孫さんね、いい人なんですよね、本当は。
はい、ということで、ジュノンの港にね、向かうことになります。じゃあちょっとね、マップ探索していきましょう。こっちから来たので、ここですね。ここにアイテムが2つあるんで、取っておきましょう。エリクサー。ハイポーション。はい、それだけです。じゃあね、この洞窟ミスリルマインね、を抜けましょう。ルードが登ってたね、さっき。行きましょう。はい、ワールドマップに出ました。このままですね。ジュノンですね。ジュノンに向かいます。西の方向ですね。下の方にちょっとね、行けるところがありそうなので、行きましょう。あれか。はい、ここはですね、コンドルフォートっていう街です。で、ここはですね、ちょっとしたミニゲームを、やる場所なので、ストーリー的にはね、そこまで、絡んでくるところではないんですけど、まあね、ジュノンの街へ行く前に立ち寄っておいた方がいいかもしれません。はい、それからですね、今ね、この向かってる方向ずっと行けば、ジュノンの街があるんですけど、こう森、みたいなね、こう茂みあるじゃないですか。ここで、ユフィが出てきます。敵として。で、ユフィを倒すと、仲間にすることができるんですが、ユフィを仲間にするには、戦闘後に会話があって、必ず正解の会話をしないと、ユフィは逃げてしまいますので、必ずここってわけではないんですけど、このエリアでも出てくるので、早めにユフィをね、仲間にしたい方は、ミスリルマインを抜けて、コンドルフォートが見えてきたら、もうこの辺りでユフィを探す、手間を、とね、しておいた方がいいと思います。それではやってみましょう。はい、来ました。ユフィですね。これがユフィです。謎の忍者として出てきます。で、このユフィを倒します。いや、ユフィ超かわいそう。ひでえ。やりすぎだ、ティファ。はい、ユフィを倒すと、このようにユフィが倒れてて、左上にね、セーブポイントあるんですけど、あのセーブポイントは罠なので開かないでください。あれ罠です。で、ユフィに話しかけます。畜生、この私が負けるなんて。やい、このツンツン頭。もう一回勝負だ。これ興味ないねを選びます。む、逃げる気？ちゃんと勝負しろ。しろったらしろ。シュシュ、どうしたどうした？私の強さにビビってんだろう。で、まあなを選びます。へへ、やっぱりそうか。まあ私の実力から言えばそれも当然だね。あんたらも頑張れよ。また気が向いたら相手してやるからさ。じゃあね。本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。で、ちょっと待ったを選びます。なんだよ、私にまだなんかよ。ははーん、さてはあれかな。私があんまり強いんで、ぜひ助けてほしいと。この私に一緒に来てくれと、そういうこと？そういうこと。やっぱりね。いや、参ったな。どうしようかな。でもそこまで言われちゃ、この私も断れないし。よし、わかった。あんたらについてってやるよ。先を急ごう。あれ？ちょっと。ちょっと、私まだ名前。はい。
これでユフィが加わります。ユフィですね、嬉しい、ユフィ大好き。決定。私ユフィ一つよろしく。へへへ、うまくいったよ。あとはあれを何して、クククおい待ってよ、待ってってば。はい、ということでこれでねユフィを仲間にすることができました。じゃ PHS で呼び出してエアリスの代わりにユフィ入れましょう。装備、十字手裏剣を持ってますね今。カーボンバングル、フォースロット、まあマテリアナがねあるんで、はい、ブーメランを盗んだ。このフォーミュラっていう敵からですね、ユフィのね武器が、盗めますので、ユフィを仲間にしたら、ここ周辺にいるねフォーミュラからぜひ盗んでおきましょう。じゃあね、さっきね、もらったチョコバンドモグリの召喚使ってみました。はい、十字手裏剣からブーメランで攻撃力とね、命中率上がりますので、マテリアーナもね、1個増えますので、ブーメラン、必ず、取っておくといいと思います。はい、それではね、ジュノン行く前にね、このコンドルフォート立ち寄っておきましょう。ここは長い長い間、シンラ軍と戦ってきた戦場。今もじっくりと腰を据えて彼らと戦っている。もしあんたらの旅に余裕があるならば、我々に協力してくれ。でも無理にとは言わん。急ぎの用があるのなら、そちらを済ましてからの方が良いだろう。ジュノンの町はどこ？協力してもいい。ジュノンの町は？そうか。ジュノンの町は、ここを海沿いに鍛え、ずっと行ったところだ。小高い丘の影になっているから気をつけてな。協力してもいいが。そうか、それなら上に登って詳しい話を聞いてくれ。じゃあ行きましょう。今ね、ユフィを仲間にしましたけど、ユフィはですね、仲間にしなくてもクリアは、できることになっておりますので、無理にね、必ずユフィを仲間にしなければならないってことはないんですけど、仲間にしといた方がいいんで、ぜひね、このエリア来たらユフィを仲間にしておいてくださいね。おー、珍しいな。こんなところまで登ってくるとはな。変わった目をしているな。まあ関係ないか。ここはもうすぐ神羅との戦場になる。巻き添えにならないうちに降りなさい。神羅ですって？ここも神羅かよ。あなた方も神羅とは何かあるらしいな。せっかくここまで登ってきたんだ。ちょっとだけ話を聞いていかないか。いいだろう。この山の上に何が乗っているかわかるかな？マコーロとコンドルだな。ほう、よくわかったな。確かにマコーロとコンドルだ。シンラはマコーロの上にコンドルがいることが気に食わないらしい。マコーロの上にコンドルがいちゃダメなのかしら。きっとマコーロの中にすんごいマテリアでもあるんじゃない？どうやらこの上のマコーロには何やら特別なマテリアがあるらしい。そこへコンドルが来たので、シンラは慌てて軍を送ってきた。軍の目的は、コンドルとこの山に住む私たちの排除だ。今コンドルは数年に一度しか産まない卵を温めている。私たちは神羅の手からコンドルの営みを守ってやりたい。新しい命か。コンドルの卵、生命の営み、星の命、守らなくちゃ。特別なマテリアか。へへへ、面白そうだね。残念ながら私たちには直接神羅と戦うだけの能力はない。兵を雇って一緒に戦ってもらっている。スポンサーとしてギルの援助でもいい。一緒に戦ってくれるのでもいい。どうだろう、一緒に戦ってもらえないか。
うまいこといけば、その特別なマテリアってのを拝めるかもよ。わかった。クラウド、ありがとう。よーし、マテリアゲットね。そうそう、店の方にも君たちのことを伝えておいたので、いろいろ売ってくれるはずだ。それとベッドは自由に使ってくれ。ということでね、ここで、まあ、協力するを選ぶと、ここで HP、MP ね、宿屋代わりも使えますし、アイテムショップも使えるようになります。それじゃあね、ちょっと上行ってみましょう。これコンドルが今ね、卵をね、温めているシーンですね。このおっさん。引き受けてくれてありがとう。じゃあ早速戦術の説明をしようか。敵で、ある程度ね、話を聞いたらもう十分だを選択して、お、ちょうどいいのが登ってきたぞ。手始めにはちょうどいい数だ。それじゃあ一丁お願いしますか。ということで、ここでまず1回目のね、このゲームやっておきましょう。準備はできている。資金援助をする。まあ、準備はできているしましょうか。今回の敵は10匹程度。ビーストの数が多いようなので、アタッカーを多めに配置した方がいいかもしれないな。ユニットの配置を行ってください。ギルに物を言わせて、ゲーム開始。行きましょう。さあ、卵を守れるか。さあ、敵はどっから来る？さあ、登ってきましたね。敵と接触。さあ、倒せ。40。15やられた。敵の攻撃を阻止しました。やっとです。まあ、これでね、第1回戦っていうかね、1戦目は阻止しました。ふう、うまくいったな。しかし、神羅は必ずまたやってくる。次はいつ攻めてくるかわからないから、時々見てきてくれよ。味方は5体残ったから、1000ギル返せよ。ああ、なるほどね。生き残ったらお金返してもらえるね。そうか。そうそう、さっき戦場でいいものを見つけたんだよ。君たちの役に立てばいいな。マジックコームを手に入れた。はい。これね、第1回戦だけでもやっておくと、マジックコームが手に入って、このマジックコームは、レッド13の武器になってますんで、後でね、装備しておきましょう。はい、じゃあね、マジックコームを手に入れたら、コンドルフォートは一旦、抜けて、ジュノを目指しましょう。はい。ということで、まぁ、今回の動画はですね、まぁ、チョコファームに立ち寄って、まぁ、チョコボのね、乗り方を教わり、それからミスリルマインの洞窟を抜けて、ユフィを新たにね、仲間にしました。はい。それから、ジュノンの街に立ち寄る前に、コンドルフォートっていうところでね、ここミニゲームができる、とこなので、ここで1回戦だけやって、レッド13の武器をね、取っておくということまで、やりました。次回はですね、大きな町ね、セフィロスが行ったとされるジュノンの町の方へ行ってみたいと思います。また、この動画の続きが見たいと思った方で、まだチャンネル登録してくれてなかったら、チャンネル登録ボタンの方ポチッとよろしくお願いいたします。それでは、この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。